今からレッドチェーアンドクーモ、プラティカルディープラーニングインルビーというタイトルで発表させていただきます。よろしくお願いします。<laughs> あ、あの。えっと、今日は前半と後半に分かれてまして、えっと、前半でルビーにおける深層学習ですとか。まあ、科学計算の現状という話と、えっと、僕のほかレッドチェーナーの話をしていきます。 で後半からは、そのさんにバトンタッチをして、空母回りの話をしていただくという流れで、今回、説明させていただきます。でまず、前半は僕のパートで、レッドチェーナーの話を主にしていきたいと思います。でまず、自己紹介なんですけど、名前を畑中と言います。ツイッターとか GitHub は、この、アットマークハタッピ、ハピという ID でやっているので、まあ、よかったらフォローとかしていただけると嬉しいです。 プライベートではレッドデータツールというプロジェクトのメンバーでそのプロジェクトに参加しています。このプロジェクトは Ruby のためのデータ分析ツールですとかを提供しようというプロジェクトでこのプロジェクトで僕は深層学習フレームワークを作っているという感じになっています。これは個人の話で会社はメルペイという会社にいて今年の1月からここで働いています。 で今回、別にメルペの話で全く出てこないのでもし興味がある方は懇親会ですかね、まあ、この後捕まえて聞いていただければと思います。でこれ全然関係ないんですけど今回、福岡ってメルチャリっていうのがあって、えっと、今日、国際会議場ですかね周りに1個ポートがあるんですけど朝見たらそこパンパンになっててあもう皆さんメルチャリ使っていただいてるんだなと僕は全然つあのコード書いてないんですけどなんか使っていただいていてすごい嬉しいなと思っていて皆さんありがとうございます。 でえっと、本題に入っていきたいと思うんですけど最初に話すのが、えっと、Ruby における真相学習ですとか科学計算の現状のステータスという話ですね。で今回は分かりやすいように、まあ、Python だとこんなものがあってじゃあ Ruby だと、まあ、こんなものありますよという、まあ、比較というか、まあ、こんなものありますというような説明をしていきたいと思います。 Python というのは、深層学習をはじめとする、まあ、データサイエンスの分野で、まあまあ、多くの実績ですね、使われるユーザーも多いですし、まあ、実績としても多いですと。でここに挙げているのというのもほ、ほんの一部で、まあ、実際はもっといっぱいありますと。で例えば DNA フレームワークだと、まあ、チェイナーですとか、まあ、これは日本のプリファーネットワーク社が作っているやつですね、あと Google の TensorFlow とか MXnet みたいなものがありますと。 でテンソルにはナンパイですとかクーパイというものがあってナンパイは Python で提供される結構様々なフレームワークの下地というか下側に使われているので、まあ、それぞれのシステムの橋渡しとしても結構使われたりすることがありますとで、えっと、クーパイはナンパイライクに GP を使えるというもののイメージでいいかなと思いますでこれが Ruby の場合どうなっているかというところを見ていくと まあさっき紹介したセンソルフローですとか、えっと、MXnet は Ruby バインディングとして TensorFlow.Ruby とか MXnet.Ruby として存在していてますと。で僕が今から説明するあの一番左端この RedChainer に関しては、えっと、これはバインディングではなくてゼロから Ruby で書き直したものになっていますで。さっきなかった真ん中に Menoruby っていうのが見えると思うんですけどこれは専用のライブラリの Menor という C プラで書かれたものがあって、まあ、これの Ruby バインディングとして提供されているものです、ね、でこれはちょっと後ほど詳しく話すので、まあ、そんなんあるんだなぐらいで覚えておいてもらえるといいかなと思いますで Ruby の場合のテンソルとしてはさっき何倍だったものがニューモエノアですとか空倍だったものが空母として提供されていますでこの空母はそのさんからこの後詳しく話があると思うのでまあ これも、あそんなのあるんだなぐらいで、この図をなんとなく皆さん思い浮かべていただければと思います。で、ここからさっき紹介したレッドチェーナーの話を詳しくしていきます。でレッドチェーナーは、一言で言うと、深層学習、DNA フレームワークで Ruby のためですね、ここが大事なんですけど Ruby のために作られたものになってます。で、自己紹介のところにも書いたんですが、レッドデータツールというプロジェクトで作成してます。 ルビーのためっていうのは、えっと、もうバイニン,ングとかじゃなくてもゼロから書いていてゼロからっていうのは右側にチェーナーのコードを開いて左側に僕はビームなんですけどビームを開いて、まあ、そこにひたすらルビーのコードを書いていくという愚直な作業をしていくって感じですね。 で作り始めたきっかけなんですけど、これ実は深いのなくて、ああ、なんか Ruby 書きたいな、まあ、皆さんあると思うんですけど、ああ、なんか Ruby 書きたいなと思って、あなんかレッドデータツールズっていうプロジェクトがあるぞとなって、じゃあ何しよう、あじゃあ真学習フレームワークでも作るかみたいな感じでやり始めたのがきっかけで、全然深い理由がないんですよね。 でもちょっとそれだと登壇の時に雰囲気出ないので、まあ、ここでは皆さんには Ruby だと、まあ、楽しく真相学習ができたらより Ruby の活躍できる場が広がるんじゃないかみたいなちょっといい感じの,あの風でやっている人というふうに覚えてもらってればいいかなと思います、まあ、嘘ではないのでこんな感じで覚えていただければと思います で全体の構成としては、レッドチェーナーという GM が一番上の階層にいて、ここで必要なモデルですとか、まあ、学習していく際のイテレーションを回すようなトレーナーですとか、必要なものが定義されています。で実際の計算部分は CPU と GPU で、えー、と使う GM が変わっていて、まあ、さっき紹介した入門目のアレが CPU の時使われていて、GPU の時はクモが使われているというような感じですね。 実際、今どんな感じの雰囲気なのかっていうのを実際に見ていければいいかなと思うので、ここからサンプルを見ていきたいと思います。まあ、よくこの分野で出される、まあ、サンプルとして出される MNIST、まあ、手書き文字のデータセットですね、を例に出して説明していきます。で、えっと、コードを出していく前に、実際どんな流れなのかっていうところをまあ説明していきたいんですけど、まあ、一番左、もう皆さんにはなんて数字、 見えるかかわんないですけど僕は多分5だと思っていて、まあ、あれは 28×28 28の画像ですねこれが何枚もデータセットとして提供されていて、まあ、実際それを計算する際に 28×28 28なので1次元にして784ピクセルにしますとでそれを実際にその 今回作ったのは MLP なんですけど、まあ、そこにデータを流していくというので、まあ、最初電結合が走って L が走ってそれをもう一回繰り返してでと手書き文字は0から9なので10ユニットに減らしてで最後にソフトマックスクロスエントロピーかけて出すとで今ちょっと3つしか出してないんですけど、まあ、この中で数値が大きいもの例えば今回だと5なので、まあ、5が一番数値がでかいよねみたいなところでこの手書き文字は5だみたいなのが出てくると。 いう感じですねでこれを実際にコードに起こすと、まあ、こんな感じになりますと。で MLP というクラスを作ってチェーナーというネームスペースのチェインっていうものを継承しているのが見えるかと思うんですけどレッドチェ n ナーではこのチェーナーチェインというクラスに必要な学習する際に必要な便利メソッドですかねイメージとしてはものが提供されていてユーザーはこれを継承する形で 自分の好きなモデルを書いていくような形になります。で、クラスのイニシャライズ部分に NIT スコープっていうブロックがあると思うんですけど、この中に定義されているクラスの持つパラメータっていうものを学習対象としていて、ここに3つクラスが定義されていると思うんですけど、この中にはウェイトとバイアス2つのパラメータをそれぞれ持っていて、イテレーションをどんどん回していくごとにそこを更新していくという形になっています。 で下のコールという部分があると思うんですけど、それがさっきのここの部分に当たって、784のデータを受け取って、実際に最終的にあの数値がバーンって出るみたいな感じのコードになります。で今回、ちょっと時間的に厳しいので、動くデモはないんですが、キャプチャーを貼って、こんな感じで動きますよという雰囲気だけ伝わればいいかなと思いますし、実際皆さんの手元でも、g e m i n s t ールレ r e レッドチェ n e r とすれば、動くので、ぜひ動かしてみてください。 でレッドチェーナーの歴史なんですけど、なんかすごい歴史っていうと、すごい長くやってるかと思うんですけど、歴史としては一番最初が2017年の8月がファーストコミットになっています。で、そこから2か月後にファーストリリースという形にしていてで、このタイミングでチェーナーから全部コードを持ってきたかでいうと、まあ、そうではなくて、まあ、さっきサンプルで見せていたエミニストの を最低限動く形というものを提供してリリースしたという形になります。まあ、とはいえ、エムリストだけだと、まあ、なんかサンプル止まりフレームワークになってしまうので、まあ、その翌年の2018年の5月に、えー、CNN を実現するために必要な例、まあ、み込み演算ですとかプーリングですとかバッチのマネリレーションのような必要な API などを追加したものをリリースしました。で最後が 先月ですか2019年の3月なのでチェーナーの 3K 今までは 2K だったんですけどそれを 3K に対応するようなコードベースに変更しましたとでこれも結構大変でチェーナーのプルリク全部開けて、えっと、2から3に移るときのプルリクを全部開けて一つ一つ追いながら完全に理解したと言いながら一個一個毎日1プルリクずつ下ろすみたいなことをしてたりしました でこれでチェーナーってなんとなくこんな感じのことしたいななんだなって分かったと思うので、まあ、実際にどんな課題があるかっていうのを説明していきたいと思いますでレッドチェーナーの課題っていうのは大きく分けて2つあって1つがスピードという面ですねここでのスピードは学習スピードの話を指していて実際だと CPU の時だと,、うん、とチェーナーの何倍よりも倍近くぐらいちょっと違ったと思うんですよねでもう1つは他のフレームワークとの連携という部分を課題として挙げてます 1>, で1個目の方はこの後後半にソさんから話があるので僕は詳しく触れなくて2個目の方の他のフレームワークとのコラボレーションという話をちょっと詳しくしていきたいと思いますで他のフレームワークとの連携ってどういうことなんだろうというのがちょっとイメージが湧きづらいと思うのでちょっとそこの話を課題の話をしていきたいと思うんですけど、まあ、例えばチェーナーで学習したモデルと学習済みのパラメータがありますと で今現状それをレッドチェーンで使うことってできないんですよね。でそれ使いたいケースってどういうケースかっていうと、まあ、例えばすごい皆さん Ruby が大好きで大好きでたまらないと思うので、まあ、Ruby を使いたいとしますと。でも実際の現場だと深層学習やりましょうってなった時にやっぱチェーナー使いますと。で学習よっしゃ無事終わったな。じゃあこれ Ruby で表現するためにはどうしたらいいんだろうっていうので例えば DB とかファイルなのか っていうアウトプットをしてでそれを経由して Ruby の世界に持ってきていると思うんですけどただやっぱり RedChain を提供するからにはあの実際の学習のところから実際にやっぱ楽しんでやってもらいたいなと思うので、まあ、そこをどう解決するかっていうのを模索しましたと。でそこでえっと1個解決するアプローチを考えてそれが今から説明する o n i ス s というものになります。 でこれは、えっと、オープンニューラルネットワークエクスチェンジフォーマットとなっていて、えっと、Facebook とかマイクロソフトによって OSS のコミュニティとして開発されたもので、まあ、目標としてはこの o n i x を通して周辺ツールをどんどん充実させて、まあ、開発者がそこを満たしていくというような状態を指していて中身がプロトコルバッファーズを使っていますでこれが結構重要なのでちょっと詳しく話していきます でプロトコルバーハーズは Google によって2008年に OSS 化されたものでこれ自体は社内でもうちょっと前から使われていたみたいなので2008年よりもうちょっと前かもしれないですねでこれは構造化されたデータをシリアイズするためのメカニズムで特徴としては言語間ですとかプラットフォーム間に依存しないというのが特徴になっていますでこれ下が実際の定義なんですけど まあ、プロトコルバッハーズに初めて聞いたよって方もなんとなくなんか見ると、ああ、なんかプロフィールっていう、あーこれ RubyDuty クラスなのかなとかで、実際フィールドにニックネームと E メールがあるなっていうのが分かるかなと思います。でとプロトコルバッハーズの特徴としては、この1とか2ってやつで、これがこのメッセージっていう、まあブロックというかこの、この中でユニークな値になっていて、シリアライズするときはこのニックネーム、例えばホゲホゲではなくて、この1っていうものがキーに使われるようなイメージになっています。 で言語間で依存しないっていうのが、まあ、どういうことかっていうのを今から説明していくんですけどこれは単なるなんかその定義定義書というかこんな感じで定義しますっていうだけで実際に各言語でこれのフォーマット通りに読み書きしないといけないんですねでそれをちゃんと公式で出力するツールがあって例えば Ruby だとこんな感じで引き締で Ruby out ってやるとこんな感じの Ruby のコードが出てきて Go だと、まあ、こんな感じになりますね。別にあの行動量の差を比較したいわけじゃなくて、あのこんな感じで出るよっていうのをあの紹介したいですね。なので、詳細は別に意味はないですと。で、実際どんな感じで使うかの一例なんですけど、例えば Go で作成された h d p サーバーがあって、でこいつは8080 80ポートで、ルートで受け付けていますと。で、そこから返り値としては、プロトコルバハーズでシフトしたものを返すようになっていて、で、Ruby の方が、 実際にそれを叩くようなコードになっていて、まあ、リクエストしてボディで受け取ったものがあってでそれをレコードして、まあ、単に出力するだけというものになっているんですね。まあ、ちょっとこの例だけだと、まあ、JSON でいいんじゃんみたいな話になるかもしれないんですけど、まあ、こんな API が何十個もあってこれらが連携するようなサービスがいくつもあったときていうのはこの型のようなもの情報があると便利というのがありますと。 で話は戻って、o n i ス i s がプロトコルバッファを使うことでいい感じになるなと思っ,っていうのが分かったと思うんですけど、チェーナーはこのチェーナーオ,ニキあオニキスチェーナーというものがあって、まあ、これを使うことでオニキス形式にファイルを出力することができます。でオニキスの中身にのファイルの中身は実際にシリアル化されたデータなんですけど、まあ、こんな感じにいろんな情報が入っていて、例えば、 各ノードの情報ですとか、パラメーターにはどんな値を持っているかっていうところが、えっと、この右側の図、これ実際にデコードして、コマンドラインでデコードしたものなんですけど、見えますね。で、多分僕の説明は多分受けたので、皆さんこれが何に値するかっていうの、多分分かりますよね、多分。あれわかんないですかね。まあ僕もちょっと正直わかってないんですけど、<laughs> これは別に人間がよ、まあ、読むというか、ものではなくて、 人間が読むものもちゃんと用意されていて、ビジュアライレーションツールがちゃんと提供されています。でネトロンですかね、と呼ばれるもので、ホニキスファイルを作、えー、って、ちゃんとそれをどんな感じのモデルなのかっていうのをちゃんと図式化してくれていて、さっきレコードしたやつは全然わかんなかったと思うんですけど、まあ、実際こうやってビジュアライレーションで見ると、ああ、こういう流れでデータが入っていくのねっていうのがわかりますし、それぞれのノードを見ると、まあ、パラメータとかインプットに何を受け取るか、どんな シェイプで受け取るかっていう情報が入ってたりしますでこのオニキスを活用している例で、えっと、Ruby でも既に活用されていて、まあ、メノールビーというものが既にそれをオニキスファイルを使って推論をしていますでオニキスあ違うメノー自体はシイプライで書かれていて Ruby だけじゃなくて、まあ、Go ですとか Node ですとか各種言語でバインディングが用意されています えー、メノールビーのサンプルコードなんですけど、まあ、こんな雰囲気でやっていますというのと、一番最後の方で下から5行目ぐらいで、モデル .run というところで実際に推論が走るというような感じになっています。かこれで Ruby でも推論できるから最高じゃんというふうになるんですね。じゃあ、レッドチェイナー、このオニキス何に使うのというところになると思うんですけど、レッドチェイナーはこのオニキスファイルからレッドチェイナー用のコードを自動生成するようにしました。 これどういうことかっていうと自動生成するものが2つあってレッドチェ n ナーで使えるさっきのモデルクラス MLP があったと思うんですけどあれを出力するものと学習済みのパラメータを出力するこの2つを、えー、と出力しますでその2つを使えば推論もできるんですけど、まあ、それだとメノールビーとほぼ一緒でじゃあ、えー、とレッドチェ n ナーはどういうところがいいのっていうところになると一番下で、まあ、例えば このモデルにそを追加したいなとかもうちょっとハイパーパラメータいじってみたいなってなったときにそれが Ruby のコードであることで RedChainer でやることができるというところがメリットになってますで流れとしてはこれ Chainer の方のコードなんですけど Chainer のコードがありますで o n i k i s s c h a i n というものを加わして o n i k i s ファイルを生成しますとで実際にその o n i k i s ファイルを えっとこの今回、僕が作ったオニキスレッドチェーナーというものに引き数でオニキスファイルを加わっていると思うんですけどそうすると,、えっとクラスのファイルと実際に学習済みのパラメータがこれは Ruby でいう、えっと、マ,マーシャルでダンプされたものが出力されるようになっていてユーザーはこれを使って推論もできますし実際にちょっとここに違う数を加えてみようとか活性化関数ちょっと変えてみようかなみたいなところができるようになるというものを目指しています。 これなんで生成作ったかでいうと、まあ、レッドチェーナーは Ruby のために作られたものなので、まあ、楽しく真相学習してもらいたいという思いがあってあとはすでにあるモデルを使って、まあ、実際に DNA モデルを作ってもらいたいというところがありますと、まあ、ポーティングすればいいって話なんですけど、まあ、皆さんが僕みたいにポーティングしたいしたいって話っていうわけではないと思うので自動生成することによってより手軽にやってもらえればなという思いがこの今回このオニキスレッドチェーナーを作った目的になっています で将来についてなんですけど対応するオペレーターを増やすというふうに書いていてこれは今現状 MNIST を変換するための API しかマッピングしていなくて実際にはえっともっと数ある API をマッピングするようなコードをオニキスレッドチェーナーで定義しなきゃいけないので、まあ、それをやっていくのと今はインポートですねオニキスチェーナーのファイルを受け取ってコードを生成するようにしているのでじゃなくてレッドチェーナーから出力して他のフレームワークで使えるみたいなのを目指していきたいと思ってます。 じゃあ前半のまとめですね。レッドチェーナは Ruby で楽しく、まあ、真相学習をするためのフレームワークですね。で現状は 3K なんですけど 4K に向けて今動いていたりしますで。あとはオニクスレッドチェーナを使うことで、まあ、学習済みのパラメーターですとかモデルを使うことで、まあ、他のフレームワークとの連携ということもできるようになりますと。じゃあこれで僕の発表を終わって今からそのツに変わりたいと思います。はい はい、後半になりまして、空ーの話をさせていただきます。えっと、自己紹介です。えっと、そのつという ID で活動しています。えっと、今回作っている空ーというライブラリの作者になります。あとは、他の著名な OSS でいうと、Ruby と、あと、Chainer のコミッターをしています。 で最近、ZOZO テクノロジーズという会社に転職しまして、1月に転職しまして、4月から MLOps というチームを作って、ディープラーニングで周りのアプリケーションのインフラを担当するということになっていますで。この発表のアウトラインなんですけど、まあ最初にあの去年、Ruby 会議で KUMO の話をさせていただいたので、軽くちょっとおさらいをさせてください。でその後に、今年何新しく機能を追加したのかみたいな話をしていきます。 で、あと最後にちょっとおまけみたいになっちゃうんですけど、チェイナー X っていうそのチェイナー周りの,このライブラリの開発を去年1年半ぐらいかな ?1 年半ぐらいプリファードネットワークスに出向して作っていたっていうのがあるので、そっちの紹介も最後させていただこうかなと思います。で、去年の 話のおさらいなんですけどまず、そもそも雲ってどういうやつっていう話なんですけど、これは Ruby の方に NUMO っていう数値演算ライブラリがありまして、それの GPU 対応をしたみたいなプロジェクトになります。えっと、2017年の Ruby Association Grant、その助成を受けて開発を始めたプロジェクトになります。で、これなんでその GPU 対応なんてしたのっていう話なんですけど、まあ、GPU で、 まあやると早いと、まあ、特に真相学習が早いっていうのがまあ事実としてあるので対応しましたでなんでその GPU を使うとそんなに早いんだっていう話かもしれないんですけどこれは CPU の場合はあのコア数がまあ32コアとかそういうオーダーなんですけど GPU って数千コア3000コアとか4000コアみたいなものがあるので、まあ、同じような演算を えと並列で大量にやろうって思うときは GPU を使うとすごく高速に動きます。で特にこう画像ファイルとかみたいなその画素数が多い画像を並列で同じような演算をするというようなところにすごく向いています。でじゃあ GPU 常に速いんだったらじゃあ常に GPU 使えばいいじゃないかとかって思うかもしれないんですけどこれはちょっとうまくいかなくて。 GPU はその代わりにあの IF 分とかそういうのがちょっと遅いっていう特徴を持ってます。IF 分を要望とすると、もう一旦他のスレッド全部止まっちゃうとか、そういう動きをしちゃったりするので、やっぱり IF 分とかそういうのを含めて、処理をしたいと思ったときは CPU を使うと早い、そういう特性がありますで。去年の話なんですけど、去年はこういう GPU のメモリープールっていうのを Best Fit with q u a l s というアルゴリズムを使って実装して、 なんか高速化ををししししままたたたみたいな話をしましたで実際どれぐらいニュームと比べて速くなったのかっていうと A+B みたいなこの足し算においてニュ、えーム、UM、に比べて40倍速くなったっていう結果が去年出ていますであとはこのドットプロダクトに関して A.B みたいな掛け算、えー、内積掛け算をすると831番速いみたいな という結果を去年出しましまたで実際にあの先ほど説明があったエミニストのエグザンプルをこのレッドチェイナーをクーモを使って動かすと75倍速いというのが去年出た結果です Ruby3 で3倍速いって言ってますけどクーモを使うと75倍速いぞみたいなそういう話を去年しましたとで今年新しく追加した機能なんですけどこのレッドチェイナーにちゃんと統合を レッドチェーンからちゃんと使えるように実装しました、まあ、この背景があって今回あのクーモとレッドチェーン一緒に発表させていただいたっていうところですで去年はそのさっきの,あの75倍速いぞみたいな話はどういうふうにやったかっていうとあの左側に NUMONRA を使ってるコードが書いてあるんですけどそれをセ戸でクーモってこう置換すると NUMO とそのクーモの API は完全に互換性があるっていう形で まあ頑張って作ったので、瀬、ま、戸、あ、でレッドチェイナーの中のファイル全部置換すると、クモでまあなんか奇跡的に動いたんですよ。お <laughs> お、すごい動いたってでそれでまあ一応ベンチマークを取って75倍速いみたいなことを言ったというのが去年の状態です。でこれをこう実際にユーザーにやってもらおうと思うと、なんかユーザーがレッドチェイナーライブラリを使ったアプリケーションを作る 使おうと思ったときに、まあ、Git クローンして持ってきて、セドで全部主観して、さあ使うぞみたいにやってもらうのはさすがに無理があるので、ちゃんとしたライブル API を作ってきましたと。で、これがまあちゃんとした API で、まあ、上の,そのチェイナーアクーダベイラブルとかって呼ぶと、GPU が使えるとか分かるっていうのと、あとはその XM っていう変数に、ニューモモジュールか、クーモモジュールかのどっちかが。 入ってムコロンコロンって書いてたところを xm コロンコロンというふうに書いて書くことで、まあ、どっちでもここが仮にニュームになっても空ムになっても動くっていうふうで用意をし,しましたで。用意した API がこの,あのチェイダー・クーダー・アベイラブルで、まあ、トゥル・フォールスが加えるっていうさっきのやつとあとは えとチェイナー g e t a r r a y イモジュールっていうのの引数にそのオブジェクトを渡すとこれが入門 NRA だったら入門返ってくるクーマ NRA だったらクーマ返ってくるみたいなそういう API を用意しましたであとはこの、えー、とチェイナーコロンコロンデバイスドットチェンジデフォルトとかって呼ぶとこうデフォルトで GPU を使うかクーマを使うかでデフォルトで CPU を使うか入門を使うかみたいなものが選択できるような API をやし用意しましたと であとは、実際にあのコンボリューションとかの実装をするときに CPU のパスはこっちの方がこういう計算をしてでも GPU のときはこういう計算をさせた方が早いからちょっとコードを書き換えますみたいにやりたいことがあったのであの、えー、とメソッドをフォワード CPU とかフォワード GPU みたいな書き方をして分岐できるように用意しています。 でここまでがそのレッドチェーンナインテグレーションの話になります。で、次にこの今回、クモに追加したのがあのコンボリューショナルニューラルネットワークスのサポートをちゃんと高速にやりましたよという話になります。で、そのコンボリューショナルニューラルネットワークスってどういうやつかっていうと、というかですね、そもそもこれが心臓学習が流行った走りになるニューラルネットワークスが こ,ういうこれですとでその2012年にイメージレコグニッションコンペティションこにゃらかにゃらというやつがあって、まあ、このきょ競技のところで深層学習を使ってその結果を出したら今までとは全然違うダントツの成果が出たっていうのがこれが深層学習がそもそも流行った走りで,でこれをちゃんと高速に動くようにサポートしていないともうそんなそんな。 ちゃんと動かないような真相学習フレームワークはおもちゃだと言われてしまうようなものなので、まあ、今回ちゃんと高速に動くようなサポートをしたという形になりますでこれをその今回は CooDNN っていう NVIDIA が作っているライブラリを使って実装をしましたでこの q d n n は GPU をそもそも作っている NVIDIA の人たちが、まあ、俺たちが一番 GPU をうまく使えるんだっていう気持ちで 書いいてててくれれるやつななののでかなりカリカリリチューニングはされていますでこれを頑張って自分でやれるかどうかっていうところもあって、まあ、かなり詳しい人たちが頑張ってるので、まあ、今回はちょっとこれに乗っかってこれを呼び出すような形にしてやってますで実際にあの他のディープラーニングフレームワークもこれを使っていてあのカフェとかチェイナーケラス MX ネットテンソルフロー全,全員使ってますもう信頼の最高の ラライブラリになりますで今回はそのレッドチェーナーもここに含まれてくるという感じになります。で今回、クーモンでサポートした関数があのコンボリューションの関数とそれのバックワード系、あとはバッチノーマリゼーション、あとはプーリングですね、アベレージプーリング、マックスプーリングとそのバックワード系の関数のバインディングを使って作ってサポートしました。でコンボリューション、いろいろ。 コンボリューションのネットワークの計算が、まあ、絵に描くとまあこんな感じになるんですけど、も,もっとわかりやすく、疑似コードにすると、普通に計算するとこんな感じの計算になって、フォーループがこう70にあって、さ、ま、ら、あ、に本当は掛け算とか足し算もループになってるんで、もうすごくまあ重そうっていうような、普通に計算したらめちゃくちゃこれ遅いんじゃないのみたいなことが想像つくようなものになっていて、 でまあ、実際にこうじゃあどうやって高速に計算しようみたいなのを考える必要があっていろいろアルゴリズムがあってさっきのようにフォーループで計算する方法とか i m 2コールっていうまあ仕組みとか風鈴変換を使うや,るやつとかさらにそれを発展させたウィノグラードさんが作ったアルゴリズムとかいろいろあるんですねでどれがベストっていうのが常にこれがベストだみたいなのが実はなくて GPU のメモリどれぐらい使えるかとか そういうのに依存してどれが早いかっていうのが結構決まってくるので、まあ、これをどのアルゴリズムがいいのかっていうのは結構そのイメ入力のイメージサイズによって動的に選ぶ必要がありますでそういう仕組みでこの、まあ、そのためにオートチューンっていう仕組みを作る使う作る必要があってでそれを QDN は対応してるんですけどこの QDN ファインコンボリューションフォワードアルゴリズムっていうやつを呼ぶと そこで、その入力の画像サイズとかに合わせて、そこからそれをまあさっきの4つのアルゴリズムを例にすると、その4つを全部1回実行してみて、で、結果が一番早かったやつを返してくる。そういう動きをして、一番いいやつを選んでくれます。で、KUMO ではそれを、その結果をキャッシュしておいて、入力の画像データサイズが同じだったら、同じアルゴリズムを使うみたいなことを実装して、 このオートチューニング対応みたいなことをやりました。で、そういうことをした上で、まあ実際にこのコンボリューション何回も回して、こう、ベンチマークを取ってみると、なんと圧倒的に3、速くて3906倍速いみたいな、もうちょっとこれは合ってるんだろうかみたいに不安になるような、まあ、でも合ってる、合ってますと。<laughs> で、これ、あの、ニューモの方の演算は、あの先ほど言ったあのダイレクトアルゴリズムみたいな、あのループをガーッと回してるような感じなので、圧倒的に遅くて、まあこ、まあ、そういう形でこう圧倒的に早いと。で、実際にこのレッドチェーナーが持っているシーファーのエグザンプル、まあ、そういう、まあ、エミニストエグザンプルみたいなやつがあるんですけど、その中でコンボリューショナルネットワークのニュー代表的なレズネットのアルゴリズムを使って回してみると、 最終的には32倍速いっていう結果になりましたあのさっき3000倍とか出たのでもう2000倍ぐらい速くなるんじゃないかとか期待しちゃいたいところなんですけど実際はそうはうまくいかなくてまああと,あと今分かっているところだとあのレッドチェイナーの方でちょっとそのニューモとかクーモのアレイを Ruby のアレイに一回変換して Ruby 上でループ回して演算してるところとかがあることが分かっていて まあその辺はちょっと乳模型というか空模型みたいなことをしてまあチューニングしていかないといけないかなとは思ってるんですけどまあやってもおそらく60倍まあさらに2倍になるぐらいかなというふうには思ってますでもこの32倍にするというのが非常に重要でこの32倍になったことによってこのエグザンプルは17時間で終わるようになったんですね1日かければまあ終わるとでこれをやる前は23日 かかっているので23日ってなるとこれを例えば仕事でやろうと思ったらちょっとパラメータ変えてちょっと学習を走らせたら1ヶ月後にとかに結果が出てきて私はこの1ヶ月何も成し遂げられませんでした <laughs> みたいになるのでそれがもうなくなるっていうだけでこれはもうかなり重要な出来事になります。はい、でここまでがクウの話になります。 で次にェイナーエック x の紹介をさせてください。でこれ、私、あのピ i リファードネットワークスに出向して1年半ぐらい、この一番最初にゼロのコードをイニットコミットをするところから関わっている、結構思い入れのあるプロダクトになります。でどういうやつかというと、Chainer、まあ、を C++ で再実装しましたみたいな、そういうプロジェクトになります。でなんでそんなことをする必要があったのかというと、まあ、Python が遅かったからですと。 で、パイソンがボトルネックになることが実際にあって、その NLP 系の処理とか、あとエミニストもそうなんですけど、そういうちょっと小さい画像データのときとかは、パイソンが遅くて、そこがボトルネックになることがあったので、もう C++ で実装しちゃったっていうやつになります。で、あとは、チェイナーもそうなんですけど、あのレッドチェイナーもそうですけど、そのニューもクー o っていう形で、その数値演算をするライブラリを GPU 版とか、 それぞれのバックエンドごとに、まあ、再実装しているんですけど、さらにはこう例えば AMD の GPU 対応しようと思ったら別のなんかサードクーモンみたいなやつをなんか作るのかみたいな話になってきて、結構辛いんですね。でそれをもっとそのフレームワーク側で共通の処理は共通として使えてバックエンドはまあプラグインみたいな形で差し込めるようにっていうのを考えて設計したりしました。であとはあの C++ でメインが実装されているので Python とかがない環境でも動くっていうだからデバイスにとか IoT デバイスとかに組み込むっていうことがすごくやりやすいみたいな設計思想で設計をしましたでアーキテクチャを見ると,、えーとまあ、ChainX で全ての Python レイヤーを外したってわけじゃないんですけどこの C++ であの自動ビームのところまでは実装してでで下の GPU を使うところはそのチェイナー X の管バックエンドみたいな形で実装したという感じになります。で実際これはどれぐらい効果があったのかというとそのチェイナーでナムパイを使ってやった演算で14秒かかっていたやつがチェイナー X にしたら1.8秒ということでかなりこの例では早くなっています。プレスリリースに出したやつはこれですね。でこれは GPU を使ってなんかまあ物によってはもっと そのチェーナー X でこの C プラスプラス実装をしたところがボトルネックではなくて GPU 側がボトルネックだったりとかすることもあるのでそういうものに関しては、まあ、実はそこはあんまり変わってないんですけどこの,この例とかエミニストでは早くなったという結果が出てますでチェーナー X は今も Python の,の API 持ってますとでここで提案したいのが Ruby の API どうですかっていう話ですねで今回、まあ、私は作っては,てはいないんですけど このチェイナーの,あの募集している Google Summer of Code2019 の方でこういうバインディング作ってみませんかっていうのが出しているのでもしもここに学生の方とかいたらこれに申し込んでみていただけると、まあ、私もこう出,出張ってメンターとかするかもしれないのでぜひやってみてくださいっていう感じになりますはいえっと今回の発表ではそのクーモの紹介とそのクーモ で、どういう機能、新しい機能を足したのかっていう紹介をしました。レッドチェーナーに組み込みましたっていうのと、あとは CNN が高速に32倍で早く動くようになりましたよと。あとはチェーナー X の紹介をして、まあ、Ruby バインディング作ってみたい方がいたらぜひよろしくお願いしますと。で、最後にちょっと。 アクノレッジメントなんですけど、あの今回このプロジェクトにては RubyAssociation さんに助成金をいただいているのと、あと GPU サーバーのお金がかかっちゃうんですけど、これも RubyAssociation さんに AWS サーバーのお金を払ってもらっていて、まあ、毎月請求書を送るといただけるみたいな、そういう仕組みでやらせていただいております。ありがとうございますと。あと今回のこのルえっは、と、弊社の所属会社の z o z o t e c n o さんに、ね 払っていたただきましたありがとうございますというのと、あとはたっぴさんとか、あと内藤さんという方がニューも開発とかやってくれてるんですけど、いろいろ手伝っていただいておりますと。あと、RED DataTools というコミュニケーションコミュニティがあって、そこをホストしてくれてるスピーさんとか、あとはこの c h イ i n a、er、h c h e、er、ー k u h p y とか CHEINAX、er、参考実装としてやってくれている p r e f フ r d NETWORK さんとか、あと最後にこの,この開発の時間、その子どもの面倒を 見るのを任せているこの、y えー、と私の妻に感謝を述べたいと思いますありがとうございます質問時間が2分ぐらいですかはいお願いします 開いて、はい、ゼロベそれであの根モえのアレイとナンパイは完全に同じってわけじゃないと思うんですけどそれで困ったこととかってあったら教えてもらいたいんですけどはいえっ、ー、と2つあってですね1個は、えっと、ナンパイライクなんですけど全部の a 何倍にあるメソッドを全部ニューモエ L アネが対応しているかというとそうではなかったりするので、まあ、さっきあのソノスさんの発表の中であのちょっとまだレッドチェーの中で 2A している部分があるという話があったと思うんですけど、はい、まさにそこで実装されてないのをちょっと無理やり一旦実装しようというので Ruby、はい、の世界に持ってきて配列にやったところがあるのでそこがちょっとまず1個のポイントでもう1個が、えっと、若干返り値が違うみたいなちょっとめ具体的なメソッド名まで覚えてないんですけど、ま 確かマックスインデックスだけなその返り値が若干違うものを何倍だとこのあれ配列を渡せばこれが返ってくるっていうものが入門 NR だとちょっと若干違うものが返ってくることがあってそこはちょっと結構はまりましたねこの2点がちょっと大きくはまったポイントです、ね、でそれがあのチェイナ、えっと、レッドチェイナで大きく分けて2つ問題があると思ってますとおっしゃってたのの、はい、一番最初の CPU のえき、っと 計算速そこはそうです、ね、多分今見えてる中での1個って感じです、ね、まだ多分もしかしたらあるかもしれないですけど見えてる部分だとまずそこが遅かったりすすると思いますでそれでその津さんにそこはっていう、はい、おっしゃったのは全部の理由が分かってるわけじゃないけど、まあ、その津さんがやってくれてるようなことでよ、まあ、くなるかなみたいな雰囲気だったって感じですかいやそ,あのその 原因が全部分かってるってわけではないっていうか、まあ、詳細まで追い切れてないっていうのが現状というところですね、はい、ただ、まあまあ、間違いなくそこがまずボトルネックになっているのは間違いないのでそこはまず潰さないといけなくて、まあ他の部分はまだプロファイル取ったりしながらあここもロジックだめだよねみたいなところを見つけていく感じになるかなと思ってたりします。分かりましたであと そのつさんに伺いたいたことがもうそれで終わりますで、えっと、一番最後のサマーブコードのやつなんですけど、はい、バインディングの募集してるよって言ってたのなんですけど、はいまあ、Python とかだったら p y b i n d 一1みたいなとかがあって楽そうだなみたいな感じがするんですけど Ruby、うんね、はそういうのが何かあったりするんでしょうかえっと s u さんが作っているやつがあるにはありますが PyBind イイほどリッチな機能があるわけではなくて まあでもそれは、須藤さんの設計思想によるものだそうなので、まあ、それを使うと、あ,ある程度いけそうかなという感触ではあります。じゃあ、学生さんもス須藤さんに教えてもらえれば、なんとかできるかもしれない,いうそ,う、ね、そうです、データツールズのミートアップに来るとちょうどいいかもしれない。はい、おやしどううもありがとうございました、はい